桂川手屋は、江戸幕府十一代将軍、徳川家なりの五代所であった広大院の、ご中老。蘭学の家として知られる桂川家の出身。書籍によっては、小屋と記されることもある。桂川家六代目当主である奥石、桂川はじめ県の長女。天保十一年、十二歳で女中見習いとして、大奥に入り、ついで呉服の間となる。 大奥入りは大奥お年寄り、花町の強い勧めであり、花町の部屋語となっている。天保十二年には古代所、高大院付きの御中老となる。大奥入りから一年余りでの出世は異例のものであった。天保十五年五月十日、江戸城本丸の大奥町局から出火した火事は、屋上中数百人が消死する大惨事となった。この際に花町が取り残され、 テヤは花町を救出するために家中に引き返して、消死した。去年十六、名の今泉峰が聞き伝えた話によれば、先に助け出された高大院の花町は無事か、見てまいれとの命を受け、テヤは炎上中の局に戻ったが花町は見つからず、去りとて主人に、お見えになりませぬと復命するわけにもいかず、主食を持ったまま家中に入っていったという。その死にざまから後に、 大奥女中の官と称えられ、このことは天章院にも伝わったという。将軍家からは異例ながら、慶向院伝という行為の戒名を送られた。この火災では、手屋に仕える、次女二人もまた消死している。手屋と次女二人は、芝日本絵の木上皇寺の桂川家墓地に葬られ、大将三つの墓石は、今泉峰による、名残の夢工事筋点にも存在していた。 上行寺が第二次世界大戦後に神奈川県伊勢原市に移転したのに伴い、手屋の墓地も同所に移転している。兄に、桂川補修、弟に、桂川はじめ作、藤沢嗣金がいる。名に、名残の夢を口述した、今泉美ねがいる。美ねが生まれたのは、安政二年であるが、手屋の話を周囲からよく聞かされており、手屋を、 五天のおばさまと呼び習わしていた。名残の夢には、生前のテヤの様子や、テヤの死について聞き伝えられたことが語られ、またはじめ県夫妻が当時を書き残した、だ涙日記の一部が引用されている。かねてより長わずらいをしていた。はじめ県は、テヤの死により力を落とし、半年後に亡くなった。ありがとうございます。